長野県安住郡の範囲安住郡は、長野県にあった郡、現在の下記の区域にあたるが、行政区画として確定されたものではない。元は、安住郡、安住の氷と読まれ、表記も、安住の郡であり、工事制により、安住郡と書くようになった。6世紀頃に、安住の犬飼氏とその同族である新犬飼氏が、定住し、律令制の下で、品濃国安住郡が成立した。 軍河の位置は未章であるが、安住みの市赤品中川での赤品廃置詩が有力詞されている。二十巻本の和名類受賞には、安住に対して万葉がなで、後のと、君が記載されており、高下郷、八元郷、前下郷、村上郷の四郷からなると書かれている。一方、演技式では、安住に対し、厚みと、君が付されている。 後白河院生時代の荘園として、住吉層、大穴層、西名層、仙国層、野原層、前美層、矢原三久竜や、西野三久竜や、田た、り巻、ちょか巻が見える。演技式新名帳に記される軍内の式内社。ありがとうございます。